シルバーキングはメキシコのプロレスラー。本名はセサール・ゴンザレス。コアウイラ州トレオン出身。父はドクトル・ワグナー。兄はドクトル・ワグナー・ジュニア。元妻は女子プロレスラーのソチハマだ。息子はシルバーキング・ジュニア。1985年11月、ウアでプロレスラーデビューを果たす。 1987年10月、アンヘル・ブランコ・ジュニアと共に、ドクトル・ワグナー・ジュニアのリングネームで全日本プロレスに参戦し、初来日する。エル・テハノ・トロスカウ・ボーイズを結成し、1991年3月ユニバーサル、プロレスに来日。同年7月には、ホア世界タッグ王座を退官。 タッグ解消後の1993年10月、ウワ世界ライトヘビー王座をダッシュ。1994年1月、インルに移籍し、CMLL 世界ヘビー級王座を獲得。同年、ロスカウ・ボーイズを復活し、CMLL 世界タッグ王座を獲得。また、イワ・ジャパンにも参戦し、エル・テ・ハノと共に、イワ世界タッグ王座を獲得。 1997年2月、兄のドクトルワグナー・ジュニアと組んでドス・カラスウルティモ・ドラゴンから勝利して CMLL 世界タッグ王座をダッシュ。同年10月、WCW に参戦してルオにメンバー入り。2001年 CMLL に復帰。同年1月、新日本プロレスにて3代目ブラックタイガーとして来日。剣道家臣と、 タッグを組んで活動。2003年3月、ドクトル・ワグナージュニアウニベルソド・スミルと組んで、CMLL 世界トリオ王座をダッシュ。以降、インディ団体である、アイグを、主戦場にする。2005年、新日本プロレスにて、ロッキー・ロメロが、ブラック・タイガーを継承してデビューしたため、ブロンコのリングネームで、ロス・ゲレロス・ベル・インフェルノに、メンバー入りして活動。 ロスゲレロスデル・インフェルノ脱退後、負傷により、長期間の欠場を経て、シルバーキングのリングネームで復帰。2003年10月、全日本プロレスに、ドクトル・ワグナー・ジュニアと共に参戦し、2004年3月にも、ドクトル・ワグナー・ジュニアと再び参戦。2007年10月18日、全日本プロレスにて、世界ジュニアヘビー級王者である。 中島勝彦に挑戦するも無効試合となり、ブーデュ・マーダーズにメンバー入りをする。2008年3月1日、全日本プロレスにて、中島勝彦に再び挑戦して勝利し、世界ジュニアヘビー級王座を奪取した。2008年6月13日、トリプル A と契約を交わし入団。2010年6月24日、アイグにて、 アイグインターコンチネンタルヘビー級王者であるマスカラ、アニオドスミルジュニアに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。2019年3月4日、ロッシー・オガはウルティモドラゴンラによる、後楽園ホールでのルチャリーバ・エストレイリアフィエスタに、出場するため来日。メインイベントで、フェルサ・ゲレーラ、ディアマンテと組、エル・イホデル、サント、ウルティモドラゴン、死流組と対戦。 2019年5月11日、イギリスに遠征し、ロンドンでのフベント・ゲレーラとの試合中に、心筋梗塞を起こしたことが原因で死亡。51歳没。幼少の頃から、兄のドクトル・ワグナー・ジュニアと共に、父のドクトル・ワグナーによって、ルチャの英才教育を施される。このためプロレスに限らず、スポーツ全般を得意としていた。初来日時は、 兄のコスチュームを着用し、ドクトル・ワグナージュニアの名でデビューしている。2006年のアメリカ映画、ナチョ・リブレ覆面の神様に悪役レスラーのラムセス役で出演した。生涯最後の試合となった2019年5月11日のイギリス遠征の試合では、そのラムセスのキャラクターに奮していた。ありがとうございます。